こんにちは。フルーツシリーズ第12弾は、牧本九須郎作、栗拾い週間です。これを3回に分けてお送りしたいと思います。おいおい、みんな、よう聞け。今日はもう3時前だから、あけびを取ったり、のぶどうを取って食ってちゃあかんぞ。今日は一番おしまいの日だからな。一人が4号以上拾うんだから、拾った栗は一つだって食っちゃあかんぞ。鎮守の裏山の雑木林に差し掛かると、もうあちこちに栗の木が見え出しました。6人連れの先頭になっていた小一は、坂道をわざと後ろ向きに登りながら、ガヤガヤ騒ぐみんなにこう言いました。この6人の男の子たちは、栗拾い週間のために作られた5年生の第4組のもので、孝一はその組長だったのです。だって孝ちゃん、俺はこの前、誰よりも一番余計に拾ったんだぞ。ちっとぐらい遊んだって我慢してくれよ。さっきから、のぶどうばかり探していた金太がそう言うと、銀色のホススキで頭を叩き合っていた裕二と小吉とがすぐ口を揃えて言いました。そんなら僕だって一番初めの日は一生一号も拾ったんだから我慢してくれろ。いいか、こうちゃん、組長。よし、裕二、許してやる。僕だってな、あの時は一生近く拾ったぞ。それから二度拾ったんだから、もう二升以上も僕だけで拾ったい。よく拾ったな、小吉。よし、小吉も許してやる。少しぐらい遊べ。ああ、ありがたい、ありがたい。僕にもお許しが出たい。そう言って小吉は、どかどかと坂道を駆け上って、まだ後ろ向きで歩いている孝一の真ん前に、くるりと向き直ると、ペロッと赤い舌を出して、後ろ向きのまま歩き出しました。すると、裕二も金太も滝二も、一番小さい松尾も、みんなその通りの真似をしました。と思う間に、小吉が滑って転んだので、せっかく後ろ向きになって舌を出したばかりの4人も、バタバタと尻餅をついて、将棋倒しに転げてしまいました。ほーれ見ろ、罰が当たら、はは。孝一が上から見下ろして笑ったので、みんなムクムクと起き上がりました。そして、色の冷めた服や着物の尻をさすりながら、取り落とした栗むきのへら棒や、下へ転んでいった竹かごを素早く拾い上げました。いて、いて、だが、面白かったな。面白かったい。尻が痛くて、面白かったな。みんなニヤニヤ笑いました。道の両側には、すすきの穂が揺れ、あちこちにお見返しや萩の花が咲いています。その間をくぐっていくと、雑木林を漏れる金色の秋の日が、まぶしくキラキラと、肩先や足元で揺れ動きます。天でに栗の木を探して空を仰ぐと、実のある栗の伊賀は見つからずに、高いところを白い雲が静かに船のように流れていくのが見えました。もうあかんぞ。みんなの拾いかすだから栗はないや。よく見ろよ。あるぞあるぞ。僕、もう3つ拾ったい。ほんとか？早いな。1つくれ。すると、孝一が林の向こうの方から呼びました。おーい！あるぞ、あるぞ！みんな、こっちへ来て拾え！ここだ、ここだ！みんな、その方へ走っていきました。そこは、笹の茂ったところでしたが、あたりに3本も大きな栗の木が枝を広げているので、足で
笹を踏み分けて探すと、胃がに入ったままのみずみずしい栗や、まだ朝露に濡れているようなツヤのいい栗が、そこら中に転がっていました。みんな尻を立てて、駆け回って拾いました。誰かが、続けさまにへを垂れると、みんなが生やしたり、笑ったり、歌を歌いました。けれども、誰も手を休めず、どんどん栗を拾いました。そこを拾い終わると、みんなはもっと山奥へ入っていきました。こんなところまでは、めったに子供だけでは拾いに来ないので、ずいぶん栗が落ちていました。みんなのかごはすぐ重くなりました。おい、こうちゃん、もうやめようよ。そやそや、もうやめて遊ぼうよ。みんな少し疲れて退屈してきたのです。それより僕、栗を食べたいな。腹ペコなんだよ。関心にも、今日はまだ一つも食べてないんだぞ。よし、食え。よ、こうちゃん、みんな三つずつ食うことにしようよ。今日は随分奮闘努力したんだから。なあ、おい、食う権利があら。そうだ、権利があら。五つ食う権利がある。賛成、五つの方に賛成。みんな勝手に喋って、勝手に決めてしまうので、光一はおかしくもあり、面白くもあり、黙ってニヤニヤ笑って見ていました。今日はここでおしまいにします。ありがとうございました。